おはようございます。おはようございます。お願いします。お待ちしてました。ありがとうございます。はい、じゃあもう早速グループ、はい、グループ分けて、はい、中レーザー加工、木工体験で、向こうで機能勉強。はい、はい、輪切りにしたものなんですけど、ここで、まあ、これだけ見た場所でいまいちわからないかもしれないですけど、この、この黄身さ、こう、輪っかみたいなのがいっぱいあって、に重くめ、この、まあ、じゃあこれで何がわかるかわかる。この根にあれば何サイクル、樹齢。そう、正解。これでもう樹齢がわかるな。おお、みんな知ってるね。じゃあ感じ続けるけど、この、まあ、この木目っていうか、まあ、2枚の板があるんですね。聞けよ話を。これが、まあ、枝の跡。これが枝の跡で、これ枝の跡になるんやけど、やっぱこれがあると枝出てる分だけいい材が取れなくなる。この分だけ材が取れないってなるんやけど、まあ これ絵で描いてんやけど、これ枝切ってあるとこれだけいい材が取れるってなることになるんで、めっちゃ苦労するんですか。まあ枝、まあ、低い、あの早いこと枝打ちがしてあるか遅いしてあるか説明せなあかんやんか、はい、まあこの、まあ、枝、まあ、これがやっぱちっちゃい子、これはもう早めにも枝を切ってあって、まあ、早めに手入れしてある。こっちはまあでかい。ここはまあ遅めに手入れしてある。で、今の話を踏まえて、じゃあどっちが A と B、どっちが痛めかまさめか、もうわかるかな、うん、A がまさめって思ってます。まさめ。まあいいやつ、遅く。いいやつっていう。こっちやな。こっちが、ま、いいやつって思う人は、思う人は、思う、はい、ああ、おお一人だけ持ってる。3人。じゃあこの B がお札って思う。お札。これがこっちが高い方って思う。B B B。はい。じゃあ、はい、で、まあ、正解はまあこっちがまあ高い方。まあ、正解。おめでとう。それがなるんやけど、まあそうね。で、まあ、もう一個、まあ、細くなんやけど、この木にも実は裏表あって。ザラザラとなんかツルツル、これに裏表があって、ザラザラとツルツルはちょっとまあ違うんやけど、まあこれ、まあ、見方としてはまあこれ木がまあこうなってるとして、こういう切り方、年輪がある、そう年輪がある、パンクーヘン、パンクーヘン、年輪がある、見合わせやな、見合わせ、木がパンクーヘン30歳ですか、これ。樹齢400年。あ、そうだ、これめっちゃ裏はダラダラ。じゃあ、ここはレーザー加工の、機械を見ていただきますので、で、あの機械、いくらぐらいすると思いますか。はい、はい、どうぞ。300万です。残念。35万です。全然残念。残念。はい、3000万です。あ、残念。極端やな。じゃあ正解は親方に聞きましょうか。800万。高い。はい、周り近く、よう、じゃあこれセットしますね。今、そっちで勉強してきたと思ってるけど、思うけど、これ沿ってきてるね、もう、はい、ちょっとあったかくなったら聞いて反りやすいね。あの幅が短いから、このちょっと反りやすくなります。薄いし反りやすくなります。ちょっとギリギリいけるかなと思います。これはコンプレッサーといって、ここの、 彫刻するときに煙が出るから、それがここに充満しないように外に出るようになってます。だから今これ外に全部風が行ってます。ほんで次、じゃあここのスタート、赤色のスタートボタン押してください。始まりますよ。やばい、いいや、なんかすごいさ、この凍ってる、これがね、レンジです。
触ってみて。どんな感じ？なんかちょっと、お、なんかベチャベチャしてる。ベチャベチャしてる？なんかレーザーのなんか。ベタベタこれ何やろ？レーザーの。これもなんかちょっとベタベタすごい。ベタ？これはヒノキのヤニ。このまま放っといて乾いたら自分たちみたいになるから。何ももうネトネトしいひんや。ちょっとする？そっか、ちょっとするか。はい、おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ今日はこの木工体験は、これね、完成品はこれです。ペン立て。なんて言ってないで。ペン立てで、これを作っていきます。これみんな YouTube 出るで。はい、出ます。みや。とは4つ4枚貼りにくいね。こっちなんか折れると怖いね。めっちゃ折れそう。ちょっと確かに軽くまず組んでみな。軽く4枚。あと入れるのは金槌でコンコンって入れるから。ちょっと噛んどったら、あとは金槌でコンコンってするから。それであとは。いや。叩いたか。この下、この下。出た？よしよしよし。どうでした？名前がすごいかっこよくてよかったです。よかったね。僕たちが知らない木のことやったり言い方はよく分かっていろんなことが覚えられました。はい、よくできました。いろいろなことが知れて、あとなんかいろいろなものを体験して、ありがとうございます。あ、よかったですね。どうでした？楽しかった。楽しかった。どうでした？楽しかったです。ピースピース。イエーイ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 。今日はいろいろなことを体験してさせていただきありがとうございました。ありがとう。ピース元気よくピース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 ピチャンネル登録いいねよろしく言わなかった。ごっぺ、はい、チャンネル登録いいよろしく、いいね。
いいね、よろしく。はい、よくできました。5年生。バイバーイ。